どうもロッシングルです。アンバウンドバールズアパート続きをやっていきましょう。どうやら安全地帯に来れたようですので、無事魔導士たちの保護区に入りましょう。あ、確かにあんなヤバいところだったのに急にいい感じの草が生えて、ナウシカの地下みたい。魔物の進行から我々の聖域を守る結界の力が少しずつ弱まっている。やばい、危機は迫っている。ブロム様のお導きがどうしても必要だ。状況は切迫しているにもかかわらず、ブロム様は部屋から出られようとしない。さらに悪いことに部屋の扉は魔法で封印されている。あらゆる呪文を試したが扉は開かない。なぜブロム様はご自身を部屋の中に閉じ込められたのか。クリスタルのかけらがあればその力を使って扉を開くことができるのだが。ガーディアン新クエスト、あ、発動できない、ポータルが出ない、保護区だからだ。ブロム様に会いに行かなきゃ、会ってお話をしなきゃ。あ、わあ、相棒。いや、また会ったね。君は無事に魔物たちから逃げられたようだ。自己紹介してなかった。私はリーラ、メスだ。バイヤから遠く離れた世界から来たの。あなたの村を襲った魔物たちは数ヶ月前に私の世界にもやってきて、ほとんど何も残らないくらい世界を荒らした。あ、また別の世界か。それで私はあの忌まわしい怪物たちから逃げてたの。奴らに追い詰められていた時、私の目の前で君が開いてくれたポータルが現れた。じゃあたまたまだったんだ。私は迷わずにポータルに飛び込んでここにたどり着いたの。私の命を救ってくれた君には借りがあるわ。誰かに話を聞いてほしい時は私を探して。私は決して遠くには行かないわ。相棒リーラ必ず。お、なんだこれ。うわ、上に行けるじゃん。なんだこれ。よう、またこんなに早う会えてびっくりしてんな。ワイは地図作りの名人ない。覚えとき、この世界ならどんな近道でも知ってるで。もともとポータルを通じて旅をしてて、教団の依頼で各世界の状況を把握する仕事をしてたんや。水でも氷でも砂でも炎でも何にでも覆われたいろんな土地を旅して、その場所独自の豊かな歴史や文化や人々を見てきたんや。すご、歴史学者だ。ゲートが閉じられた今となってはこの世は狭く感じるわ。もったいない話やろ。すげえ。ちょいちょい合いそうだね。よいしょ。紙落ちてるよ。大丈夫？ほい。大事な研究結果落ちてるけど。お、誰？グルーム長老。まったくこの装置は私のことをバカにしているのか？ああ、どうも恥ずかしいところを見られたな。この転送装置は何やっても私の冷静に反応してくれるのだ。この古い窓書に何か答えが書いてあるかと思っていたが、中身がちんぷんかんぷんで何もわからん。歩くしかなさそうだ。考えるだけで足が震えてくる。頑張れ。あ、なんだ。ほい。ん？何のことか全然わかんねえな。装置。ああ、まだ僕にもまだ早いってことか。いくらゲートを開ける人間。うーって茨が。これは良くない。よいしょ。よし、ほい、うぅこんな安全なところで死ぬんじゃないよ。長老もびっくりだろうな。ほい、よいしょ、ほい。上になんかあるな。あん、なんかあんのか。あれ、いけたいけた。よし、ほいほい。スイッチオン。わっとっとっと。え、やば、めちゃめちゃ、よっ、あー、ふっ、オッケー。うわー、危ねー、罠。ん、なんだ、離れ離れの世界を読む。なんだ、あ、実績かな。で、あなたは。すまない、それはもしかしてクリスタルのかけらかい。君の霊性とかけらが同調してゲートなしでポータルを開く力を与えているようだ。そのような力なら役に立つかもしれん。聞いてくれ、竜の村の人々の多くがまだバイヤのあちこちに散らばっている。彼らは孤独と共にどこかに取り残されている。もし偶然見つけたら安全なこの場所まで彼らを導いてくれ。わかった、助ける。もし全員を見つけ出すことができれば大いなる真実を君に明かす。そう、裏ルートかな。楽しみ。オン、これ以上はいけない。あー、奥の石に一人一人立つんじゃねえかな。
でこのクリスタルを取り囲んでる気持ち悪いネチョネチョを溶かすみたいな。ちょっと待ってね、奥に行くべきか何するべきか。これはなんだ。ガチョン、下が開いちゃった。まだ早そう。行けるところが多すぎるよ。ガーディアンニッチ、この扉の先は禁断の高校バザルトへの道だ。通れるのは教団により許可されたものだけだ。じゃあ今は行けないか。ほい、こっち側行ってないもんな。ほい、ここ死ねる、ワンチャン死ねる。うう、怖。なかなか子供一人で来るには危険なとこですね。我々は別の世界の霊性と同調した。そこは目もくらむような垂直と反転の地。ほう、え、なんだ。うわー、びっくりした。そういうことか。危ないよーってなったら、あ、この世界からね。うわー、面白い。マスターイボー、お前は貴重なクリスタルのかけらを持っているようだな。クリスタルはかつてマジックゲートで異世界のポータルを開くための力の源だった。だがそれは教団が魔物たちと腐敗の存在を発見する前の話だ。今ではほとんどのクリスタルが破壊され、そのかけらは人目に触れないような場所に隠された。へえ、これ先に行くべきかどうしようか。ほい、これ怖。ほっ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 、やべ、面白。あとで行きます。先にこっち行きます。こうね。すげえ、ポータルのいろんな力を使ってね。はっ、危ないと思ったらすぐにでも。よいしょ、ほいほいほい無限だな。よいしょ、ほい、楽しい。この謎解きやばくない？うわ、ファイアボール、はっ、やばい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 、ういやー、もうやべえ、びっくりした。なんだ今の。うわ、今度向かっていくのか。ほいほい、あ、むずい。ほい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 、お、やべ、やっちゃった。何やってんの、焦った。ほいほい焦んなよ、トランキーロー。はっはっ、オッケー、大丈夫大丈夫。よいしょ。うわ、この謎解きは面白すぎじゃない？すごいアイディア。クエスト、その向こうにあるもの。なんかあるね。開くの？開かないね。よいしょ。ほっ。怖えな。スイッチスイッチ。スイッチが必要だ。あー、スイッチがあるな。上からぐるっと回ってってことかな。やってやるよ。いいね、この生死がギリギリの世界、たまんないものがありますね。あ、やばい、モンスターだ。ほい、ふっふっと。OK、気をつけろ。いつ何時敵が現れてもおかしくないからね。よいしょ、ほい、ちょっと、そういうことか。押してね。ほいほい、来たー。ふう、こっちは、ほい、さらに奥がある。ふっ、う、なんだここ、怖え怖え、行けるとこが多すぎる。待って待って待って、やばい。え、水に落ちたらさすがにやばいよね。死ぬか、死ぬな。これはかなり難しいぞ。ほい、よいしょ、来た。ほいほい、おお、なんだこれ、気持ち悪い。うわ、オッケー。よいしょ。
うわ、倒すのか、あれで焼き殺せってことか。おい、ふう、やっべー、楽しすぎる。ふい、ふい、うわ、あいつも反転するのか。うわっ、いくぞ、ほっ、でぁー、むずい、これは、ほい、オッケー、きた、行方知れずの村人、見つけた。反逆した者たちは色彩のない冷たい始まりの世界へと追放された。元の世界へと戻れる希望はなかった。よかったー、一人ゲット。よいしょ、ほっほっほっ、これね、これを繰り返して、ふっふっふっ、これはやばいな。どうしようどうしようどうしよう、当たるな、落ちろ落ちろこいつも、なるほどね、すげえ、敵を倒す方法がちゃんとあるわけだね。いやー、気持ち悪い、はっはっは、うわ、どうしよう、あー、放たれるあっ、こうね、あっぶねー、なんだよここマジで怖すぎる、このネチョネチョ、何、いやー、これなんかあるな、うわ、なるほどな、ほい、オッケー、来た、どう、溶かせ、封印溶けたんじゃね、やったじゃん、正解でした、その向こうにあるもの、どこだ、これか、その向こうにあるもの、ほい、うわー、死んで脱出しろって、ほっほっ、オッケー、ふう、ほい、こい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 、うわっむずい、ほい、よっしゃー、いいぞいいぞ、順調順調、これで開けて、開いて、ここどこだ、もう全然わかんねえ、あー、来たことないのか、まだ謎がいちいち面白いね、めっちゃ先に進めたくなる、あ、いけないよ僕、ほい、オッケー、あー、リーラ、また会ったね、ソリ、君の世界はとても活気に満ちたい緑豊かな場所ね、私の世界がまだこの世に生き生きしてた時のことを思い出すわ、滅ぼされちゃったからか、でもそれは魔物たちが来て私の世界の霊性が腐敗する前までの話、私の世界は奴らの侵攻に対して何も準備できていなかった、なぜ準備できていなかったか、魔導教団はゲートを封印すれば腐敗を永久に外へ追いやることができるって言ったから、でもゲートが封印されたことで魔物から逃れる手段を失った、それは死の宣告と等しいものだった、対抗できる手段を封印しちゃったのか、今となっては種族の生き残りは私だけ、リーラ、君だけ、マジかよ、なんて切ねえ話なんだ、ここむず、多分こうでしょ、ほい、レイマンオリジン思い出すわ、この常に隣に死が立ってる感じね、うわ、これすごっ、ほい、逃げろ、楽しい、またね、またこれね、ほい、はっ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 、オッケー、やばおもろ、こいつどうなる、え、あー、そんな感じ、ほい、気持ち悪い生き物だな、しかし、ほい、うー、怖っ、うわっ、やっちゃった、なんで
いけ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 、もう怖い、怖すぎる。これはむずい躊躇したら負けだね。あいつ、うわー、こんな演出だったのか。うわー、これ怖っ。うわ、スーパーマリオ、これはうわ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 、あ、いけたのに、いけたのに。ほい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 、うー、マジでレイマンオリジン、すげえ難易度。うわー、てててててて、ふう、これ何、上はやばいか、上やばいか、うん、はっ、うわ、あいつなんだ、たまーに現れるけど、ん、何なんだ。下もある、下先に行ってみようか。ふう、うわっ、ういえうえい、ふふふ、はあ、ガチャン来ました。こっちもあるな、ほい、あっ、ういっ、オッケー、へいへへいへ、あー、なんでジャンプしたの、僕は。死ねばいいんじゃない、こうでしょ。おい、おい、あ、秘密の場所、秘密の場所。オッケー、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 うーか、どわむずすぎる。うわー、てぃ、てぃ、行方知れずの村人もう一人発見。ヒワたち、恋人たちは新天地を求めてこの歪んだ破滅の大地を探索した。こんな危ないところまで逃げてきたのかい、君は。うにゃん。上行きましょう。ほい。あー、そこも開けれる。封印がある。チキ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 、良くない音がしてるね。難易度。徐々に。えぐいことになってるな、クソ。今のは下手すぎた。落ち着けば全然。ほい。ふっ、ふっ、ふー。あー、ストラグリングの、茨の崖を思い出すな。これはえぐい、いやー、うっ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 と、よっしゃ、抜けた。ほっ、どうすんのこれ。ほい、あ、開いた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 、はあ、ここはこれでオッケーなのか。むうず、冷や汗かいたよ。やった、これすげえいろいろありすぎてやばいね。あ、時間ちょうど良さそうなので今回はこれで終わっておきましょう。やっばい、アクションすっげー楽しい。これハマっちゃいますね。この子供がやるにはしんどい難易度だけど、この面白さやばい、鳥肌立ってますね。本当にレイマンとあとストラグリング、その辺をこう体験した時の感覚に非常に近いものがあります。というわけで、面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回お楽しみに。アリベデルチ。